はい、皆さんこんにちは。秋田志保でございます。 YouTube の投稿がしばらく滞ってしまい申し訳ありませんでした。今日はいつも以上にちょっと顔面がちょっと汚いので、あの加工カメラの方を使わせていただいております。すいません、ちょっと今日は森にでございます。よろしくお願いします。ですね、日本リーグの方が終わりまして、橋本創業ホールディングス男子チームは、優勝、女子チームの方は3位という結果で、終わりました。男子チームの皆さん本当におめでとうございます。本当にね、ファーストステージからセカンドステージ、決勝リーグと、本当に男子チームの皆さんのチーム力の凄さ、本当にこうまとまりがずっとあって、そして女子チーム優勝された島津製作所の皆さん、本当におめでとうございます。橋本創業ホールディングス女子チームはですね、3位ということで、私自身、ファースト、セカンド、そして決勝リーグと選手として出ることはなかったんですけれども、本当に悔しい気持ちでいっぱいです。まあ、思うところはいろいろあるんですけど、日本リーグのことに関してはまた時間があれば別の動画を作ってですね、詳しくやっていきたいなと思うんですけど、なぜ、まあなぜって言い方もおかしいんですけど、まあ、別にこの私が今から話す理由があろうがなかろうが、私が選手として出ていたかっていうのはまた別問題なんですよ。なので、そこはちょっと勘違いしていただきたくないんですけど、ちょっと今日はですね、私の現在の現状の方をですね、皆さんに、ご報告させていただきたいなと思います。個人の試合にも年末年始と一切出ず、もう2月中旬を迎えていますと、多分ですね、ファンの皆さんも、まあオフシーズンちょっと長めに取っているのかなとか、トレーニング期間をちょっと長く終えてるのかなって思ってらっしゃる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、実は私、右足首の靭帯を2本部分断裂していました。イベント等でですね、打てなかったりしたのに、こう皆さんが、ファンの皆さんも広めないでいてくださって、リーグがあったので、ちょっと日本リーグのためにちょっと隠してきたんですね。ちょっとオーダーのこともあるので、なのでちょっと皆さんにはご報告が遅れてしまったので、今日ですね、報告させていただきました。日本リーグの方が落ち着いたので、部分断裂がですね、もし靭帯、切れた靭帯が1本だけとかだったらまだもうちょっと治りが早かったんですけど、自分が思っていたよりも重い捻挫だったので、重症度2ということで、重症度1、2、3ってあるんですけど、3だったら、ギブスで、松葉杖だったり車椅子を使ったりして多分移動しないといけないレベルなんですけど、その中でも2ということで、そこまではいかないけど、まあただの捻挫ではない、まあ靭帯が2本切れてしまっているので、部分とは言っても1本靭帯の方はまあ8割方切れてしまってるっていうことで、かろうじてつながってるねみたいな感じだったんですね。まあ、正直それ聞いた時は実感がなくて、こう私過去に右足首の方は、今回レントゲン撮って分かったんですけど、過去に大きい捻挫をした時に骨折してたみたいで、その時の捻挫がちょっと大きすぎて、本当は靭帯2本部分断裂だったらもっと大きくてもおかしくないんですけど、その時の捻挫のまあなんていうか後遺症だったりっていうのがあって、まあ思ったよりも治りは早かったんですね。捻挫をしたのが11月の27日かなんかだったんですけど、今なのでだいたい2ヶ月ちょっと、まあ3ヶ月は多分かかってもおかしくない、重症度2だったら。リハビリをメニューを考えてくださった藤波トレーナー、そして、ウェイトトレーニングでしっかり体をもう一回作り直して、2020年怪我がしっかりない体にもう一回作り直してくださった斉藤トレーナー、
エバラでお世話になっている辻コーチをはじめ、たくさんのコーチがしっかり練習メニューを調整してくださったおかげで、本当に早く、治ることができました。今私の足自体はですね、午前午後の練習もこなせていますし、しっかりオンコートトレーニングもできている状況です。でですね、試合復帰なんですけど、今日が2月の12日なんですけど、嘘です、2月の11日なんですけど、2月の13日出発で17日からありますオーストラリアのパースの試合の方に2週間行ってきます。オーストラリアはハードコートなので、またそのハードコートっていうコートで自分の足が何試合耐えられるのかっていうのも試さないとわからないので、一度ちょっと試してみようということで、復帰戦決まったので本当にホッとしています。最初思ったよりひどい捻挫だった時は結構ショックで、怪我した時にまた怪我かって正直思って、最初はまあ練習もほとんどできなかったし、まあ次の日が痛かったりしたら2時間だったはずの練習を1時間に減らさないといけない日もあったりして、リハビリメニューだったり体幹のメニューを本当にたくさんいっぱいやって、体幹のメニューだけで1時間とか、多い日はジムがある日とかだと4時間トレーニング、合計トレーニング、ジムでのトレーニングだったりして、耐える、ボールを打てない辛さを体感して、まあその辛さってなかなかこう個人スポーツなので、人と共有するのもなかなか難しいですし、一人で耐えないといけない部分もあったりして、でもまあコーチにすごい支えられて、焦らなくていいと、で痛いんだったら中途半端にお前は試合に行かなくていいってこう力強く言ってくださって、もうすごく私自身いつも焦るんですよ。で焦って痛くても試合によく行くので、それをちゃんと治ってベストな状態になったらお前はいつでも戦えるからっていう意味だったと思ってるんですけど違ったら恥ずかしい自己解釈がポジティブすぎるまああの言葉が私を耐えさせてくれるきっかけにはなったんですね。でまあセカンドステージで日本リーグ期間中の橋本創業ホールディングスの契約トレーナーだった本庄さんにも、本当に体幹強くなったねって言われて、もう本当に嬉しくて、もうあの本当に体幹きついんですよ。もう1時間も体幹やったことあります？皆さん1時間ぶっ続けて体幹やるんですよ本当にきついんですよ。1時間体幹だけですよ。でセカンドリーグの時にビーンズドームでみんなと練習するじゃないですか。その時も1目は動けないので、もう本当にみんなに迷惑かけながら半面だけの練習したりとかして、でもなんかもう本当にブレてないから体幹が、本当にしほちゃん頑張ったねって本庁さんに言っていただいて、はあもう体幹やってよかったって思ってああもう長くなるんでこの辺にしとくんですけど、自分の苦労話はもう本当にね怪我してたんですよ私黙っていただいてた皆さん本当にありがとうございました。なんか今一回充電切れちゃって、どこまで話したかちょっと覚えてないんだけど、ああそうで、ちょっと今この声がどれくらいで動画に映っているかちょっとわからないんですけど、結構実際めっちゃ声枯れてしまっていて、あのなんでかっていうと、あの応援2日間計6試合プラス男子の決勝ちょっと応援させていただいた結果がこの声なんですけどでね、男子チームのサポート隊長だった住澤大輔も相当声が枯れてるみたいでもうね、私も姫もね大輔もみんな声枯れてて、まあ、男子チームの、応援隊長 MVP は本当に住澤大輔だったなと思います。女子チームね、来年は、金メダルをゲットできるように
私ツイッターにも書いたんですけど、基本的には結構無欲なんですよ。でなんかあるインタビュー記事でも言ったんですけど、グランドスラム優勝したいって思ったことないみたいな、全試合勝ちたいってはいつも思ってるみたいないう、インタビューね答えたことがあるんですけど、っていうぐらい、まあ、基本的にこうこの試合で絶対優勝したいとかあんまり思ったことがないんですよ個人的に。でも来年は絶対日本リーグ優勝したいです。で金メダル取りたいし、で私欲しいって思ったものは絶対手に入れる主義なので、来年は絶対優勝します。で来年私が選手として起用していただけるような選手ランキングを上げるっていうのと、あとはみんなに出てほしい、応援したいって思われるような、まあ、人間性もそこには必要だと思うので、本当に必要だと思うんですよ人間性って。ね、勝てばいいんじゃないんです本当に、そう思います。プロテニスプレーヤーとして結果を出すのはまあ仕事なので、勝つ必要はあると思うんですよ、結果が全てなので。そことは別で人間性もそこに伴ってないと、結果を出しても本当に意味がないと思ってます。結果を出して皆さんに喜んでいただけるような、しほちゃんに出てほしい、応援したい、で1年間しほちゃん頑張ってほしいって言ってもらえるような人間性が必要だと思うので、そこがまだまだ私成長できると思っているので、1年かけても、毎年そこは私の人生のテーマでもあるので、成長っていうのは今年1年ね、かけてしっかり、成長、人間性、プロテニスプレーヤーとしても成長できるように、しっかり今年やっていきたいと思います。私の1年、来週から始まります。マジで本当に気合入ってます。1戦目どうなるかわからないんですけど、もう準備してきたので、その準備を信じて、近いうちに、結果を出して皆さんに喜んでいただけるような結果を出せるように、いい報告ができるようにまた頑張りますので、応援よろしくお願いしますというわけで久しぶりの動画でした。またオーストラリアでも動画あげるね準備しないといけない明日ホテル泊まらないといけないんで、今から準備します。おやすみポン喉飴欲しい